こんにちは。やっほー。止めた方がいいのか。やっほー。こんにちは。クロス塗ろう。パパパパパ。こんにちは。今日はこのベストを着てみた。しましまと一緒に。いやほほほほ。こんにちは。アントニオ ET さん、風船ありがとう。大地さん、お餅ありがとう。髪チュルチュルだった起きても。でも外跳ねしちゃった。気持ちいい。このベストとこのしましまめっちゃ合うくね。しましまちゃん合う。配信画面だとあんま見えんけど。てるてる。こんにちは、わわわわ。よいしょ。今日はお昼にブログが出るので、あとちょっとでブログが出ます。こんにちは。どうもどうも。こんにちは。今日も気温とかはどうなのでありましょうか。なんかね、この部屋の中の気温の表しとるやつは25度とか書いてあって、どういうことってなってるけど、絶対外は違うやろっていう。室温高い。トゥ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 。アントニオ ET さん、野球ボールありがとう。やっほほほほ。昨日朝配信やるよって言ってたけど、お昼に切り替えました。じゃらじゃんじゃじゃんじゃらららパパパパーン。ソラハちゃん、早よくなるといいね。知ってるんだね。そう、ソラハさんの時は約束してたけど、ソラハさんが体調が良くないとのことで。大丈夫かな、卒業公演出てほしいけど。あと3日後だ。3日後やばい。3日後やばい。3日後3、4度見せきるわ。明日、明後日、し明後日ってこと。え、やばくない。さすがにやば。すごいね。あ、ソラさん配信したんだ。できたんだね。だからソラハさんとのランチの予定がなくなったのでね、ちょっとお昼配信に切り替えたのですよ。あと2回ん ?3 回 ?1 回2回3回寝たら卒業公演の日だ。やばかね。やばかね。すごいね、早いね。みんなの準備は万端かい？私たちはあとちょっとって感じ。今からお腹痛くなったか。緊張で、なんで
か目ゴロゴロするな。あと3日になりやした。なんか目がゴロゴロするけどなぜだかわからない。泣かない練習頑張ってください。あと3日の間で頑張ってください。当日緊張してお腹痛くなるの嫌。そういうことね。今のうちにってこと。なるほどね。確かにね。ドキドキだね本当に。私もなんか体力の面でドキドキですもんね。四国とマイカーと、マイカーも一回やから、マイカー公演ってマジやばいと思う。体力めちゃめちゃ消費すると思うんだよな。だからすごい頑張ろう。夜公演の前はなんか美味しいもの食べれたらなと思うんだけど、エネルギーになるような。なんとか昼はね対バンなんでね、半々でって感じですけど。仕事してから夜やると思うよ。多分。元気ですか？元気です。やっほやっほー。こんにちは。こんにちみほー。やっほー。みんなヤホマル見れたら見ます、ぜひぜひ。みんなまだこの時間見れる方が少ないか。あ、ちょっと待って、ちょっとミュートしよう。よし、いいかな。さすがにちょっとなんかまだ声するけどちょっと外の騒音がみんなこんにちみほーみほみほーほほほほー。お昼休みかな。初めて入る台湾が最後の台湾公演。最初で最後。四国のみほもマイカーのみほも楽しんでください。瀬戸りが結構違うのでね、雰囲気が。あ、でもどっちも盛り上がる曲ばっかりではあるけれど、しっとり系とかも四国にはあったりとか、なんだったりとか。お目目キラキラキラ、ありがとう。今日アイシャドウは塗らんかったけど、目の中がキラキラしてるってこと？いやいや、初めて台湾見る、マジ？お楽しみに。私は四国ではマイキューさんと同じポジションなので、なかなかいい感じでいい感じで真ん中らへんの方とかが見やすいかもしれない。
タタ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 。しかもね、対バンもね、何か送るかもしれない。なんか最後だしね、対バンも。何か起こるかもしれないのと、まあでもいつもの瀬戸利を知らんかったら分からんかもしれんけど、クアトロのアリーナの後ろの方アリーナ OK、 あ、なるほどね、アリーナ1階ってこと。うなちゃんのパフォーマンスも久しぶりに見れる。そうだよね、うなちゃんもなかなか回数あまり出れてないから、うなちゃん自体もね久々だしね、楽しみですね。先頭出し芸はまだ来んね、それは来んね、だって初めての披露は全員でやりたいよね。サルトピニザエモンさん、野球ボールありがとう。うな月一なんだ、なるほどね。じゃあこれ、でももうさ高校卒業したから、もっとちょっと卒業公演行けるの嬉しいけど、卒業実感しそうで寂しい。しそうっていうかするよね、それはね、さすがにね。もうですよ、もうですよ。あとだって、あと、待って待って待って、26日まであと10日、それもやばくね、26日まであと10日、もう一桁になっていく、早い。生誕以来見る、なるほど、楽しみだ。なん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 、もうお腹空いてきたかもしれない、お昼。お疲れ様です、皆さん。お腹痛くなったふりして見に来た、やば、悪いやつや。浦和直樹さん、野球ボールありがとう。メンバーもよく知らない頃、ピンマイカーの最後だった公演を見たのがマイカー関連の初め。そうなんだ、誰を目当てに来てたの。今日は暑くないね、暑い、いやまあずっと暑いんだけど、なんか部屋の中は今日広島は16度、暑いね、16度だらしいよ、暑いね、それはそれは。めん、広島で食べたいお店全部、いや全部は行けてないね。ママと行きたかった店何個かまだあったんですけど、そうね、私が行きたかったのはね、いろいろあります。喫茶店とか、喫茶店めっちゃ多い、あと中華とかも行きたかったのがある。ですわね、でもね、まあ過去に行っててまだ紹介してないやつとかもあったので、
ね、それをブログに書いていきます。今日マジね7時過ぎぐらいに起きたからね、ブログをね3個書いてて、そう4個目入る途中ぐらいの感じです。朝からいっぱい書きました。楽しみ。このあと10分後にブログ出ますね。今日は大ひなさんハートありがとう。ウインナーコーヒーのお店めっちゃ美味しかった。そうなんです、あそこマジうまいんです。マジでうまっと思って、コーヒーも美味しいしね、クリームもどんだけ本当にってくらい入っとって最高なんよね。大ひなさんハートありがとう。竹まつるさん綺麗ありがとう。イエイ。じゃあね、おすすめしたとこぜひ皆さん行ってみてくださいね。こんにちは、どうも。大地さん桜ありがとう。桜ひらひら舞い降りて落ちて、よいしょ。今日も水素水、でも水素水でも2本しか買ってなかったからこれでラストなんだよね。バイト行ってきます。行ってらっしゃいませ。そうだよ、水素水だから水だよ。お腹すいたからお寿司食べに。いいね、いいね、いいね。お腹治ったので戻ります。行ってらっしゃいませ。チョロチョロチョロロチョチョ。スタバ飲んでないよ。そりゃ飲んでないよ。飲みたいよ。ちわんちゃん19日をおねだりしたい。マネさん見てますか。スタバのでも食べ物がめっちゃ気になってる。ワッフルサンドとか。スタバの食べ物をおねだりしたいです。マネさん。マネさん。食べたいです。酸素カプセル入ったことないな。酸素カプセルは何のために入るんですか。新作のドーナツ美味しかった。ドーナツもあんのか。なんかめっちゃ出てるよね。新しくドドドドドドンって。ちょっとスタバ開いてみよう。もちろんコーラフラペチーノも飲みたい。コーラらしいね、ちゃんと。コーラフラペチーノとクリーミー&スイートミルクコーヒーっていうのが出てるんだ。美味しそすぎ。うわ、見て、ページが可愛い。もう見えんかった全然。ほら、ちやん、こんなページ可愛すぎ。ミックスパフェケーキ食べたい。ワッフルサンド食べたい。マラサダカスタードクリーム食べたい。食べたいもんが多すぎるんよね。やばいよね。これはこれをどうやってあのスタバのショーケースに並べるんだ。すごいね。めっちゃ美味しそうや。オートミールケーキとかもある。やばくない？めっちゃ美味しそう。食べたいね。食べたいな。卒業公演の日食べたいな。近くにスタバはあるな。
全部食べたいね。本当にクワトロにスタバのショーケースそのまま差し入れしたい。お願いします。ぜひお願いいたします。あのマネージャーさんにショーケースごと持ってきたのでって言ってお願いします。アントニオ ET さん、桜ありがとう。ちゃん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 、マネさん買っといて、にまにま。マラサダカスタードクリーム激うまなんだ、食べたい。大好き、ああいうなんかドーナツ、ふかふかドーナツ。ちょっと待って、またミュートする。よし、長すぎる、静かにして長かった。なんか何かが通りました長いですわね。ずっと息止めてました。嘘だ長すぎやろ。水泳選手やなれるやない。おひなさん、桜ありがとう。こんにちは。今日のお昼ご飯は担々麺と小ご飯。いいね。担々麺食べた後にご飯入れるんですか。もしかして、もしかして。チュルリチュルリ。
ミュートの間息止めて、本当に本当にめっちゃ長くない？そんなことない？私がまだかなって思うから長かっただけ。オカミさん、桜餅ありがとう。おいしそう。昨日ね、夜中ね、めっちゃね、和菓子も食べたくなったね。夜中じゃないんだ、私の夜中は寝る前。めっちゃ和菓子も食べたくなって、めっちゃ調べただけ調べて、わあ美味しそうって思って閉じた。めっちゃなんかお団子、みたらし団子とか食べたくなった。桜餅いいね、美味しそうだね。なんかリアルな桜餅が、くぅ。配信は病なのにミュート長く感じたから賢いかもしれない。そうだよね、みほり推しだし賢いだよね。今日はコンビニご飯だけど何食べるか決まらない。私が最近食べていない菓子パンを食べてほしい、代わりに。とか、なんかコンビニで気になったのなかったんだけど、何だったっけな。みんなはどこのコンビニ派？でも決めれんよね。なんかおにぎりはここは美味しい、サラダはここは美味しい、デザートここは美味しいとかあるもんね。この前サラピがね食べてたローソンのなんか太麺のパスタみたいなのがめっちゃ美味しそうだったんだよね。生パスタみたいなやつ、明太パスタみたいな。ぜひ。もうなんかきしめんぐらいの太さあるパスタでめっちゃ美味しそうだった。チュルリチュルリ、こんにちは、やっほー。緊張すぎてセブン1日3回行くけどファミマ派。そうなんだ、ウケる、おもろすぎ。で、私ファミマあんま行かんな。でもたまに行った時のなんかファミマ面白い、なんかさ、サラダとかがなんかさ、すごい健康に良さそうなのが売ってたりとか、ただミニトマトだけが入ってるのとか売ってません？めっちゃありがたいんやけど、あれファミマさん、なんか珍しいものが売ってますよね。売ってますよね。ね、なんかたまに見てこんななんのっていう発見が すごいあるから、どのコンビニも好き。ちなみにミニストップも好き。ジャガジャチャンジャガチャンチャジャガチャン。ヨウちゃんの昼水じゃないよ。さすがに、さすがに水ではない。ねえ、待って。もういきなり来るんだから。まあ夜も配信するからね。まあいいかとも思うのですが、短めに終わっても。まつげバチバチやったね。今日もお湯落ちますから。だけど松葉のおかげでめっちゃ生きとるまつげで、今日はアイシャドウを塗っていないんですけど、アイラインとマスカラをするだけでいい感じになりました。今来たら無音で、そう、ちょっと周りがね、ちょっとねちょっとね、想像しいというか、
なんちゅうか何かに追われている、違いますけど、違いますよ。なんか通るんよ、なんか通るんよ。モンブランさん、ハートありがとう。ちょっとやりにくいから、絶対まだ通るやん、絶対まだ通るやんと思うから、早めに終わって夜配信にしたいと思います。モンブランさん、ハートありがとうって言ったね今ありがとう。絶対にね通る気がするので、早めに終わりたいと思いますが、まあ、10分まではまだやろうかな。10分くらいまではやって10分以降にランキング読みますわね。なんかこっちも小声になるやんね。ペッピンさんになりました、ありがとうございます。選挙か、なんかまあそんな感じのやつです。Have a nice day, みほりんちゃん。Thank you, you too. お豆腐屋さん違うけど。お風呂は借り切って配信してたらセレブやばい、めちゃめちゃセレブな、どんぐらいかかるかな、何部屋あるっちゃろうな、やばいな。そうね、そう、そのホテルだからやっぱ廊下を通る方々のもあるし、外からのもあるしね、2個ブンブンって両方から来てるからね、気をつけないと。こんにちは、みほー。顔が整ってる、左右対称、嘘。全然、ほら、ほくろの時点で左右対称じゃないんだよ。お腹鳴った。すいたんかな、やっぱお腹。なんかすいとんかもしれんけど、無視できるようになってきた。この数日で、お腹が。すいていても、まあ、すいとうけどぐらいの、なんか無視できるようになってきた。お、二度目訪問、こんばんは。間違えました、こんにちは、田中美穂です。 ST48 の2期生です、田中美穂です。桜坂さんにいる井上さんが田中さんに似ています。あ、髪切って言われるようになりましたね。こんにちは美穂、どうもどうも。お腹鳴らせたい。え、なんかお腹めっちゃ減っとったらなるよ、なんか息吸ったり吐いたりしたら。ヨーリンのそのほくろ可愛くて好き、やったね。なんかね、日向坂さんの佐々木久美さん同じとこにほくろあるか、見てね。ドド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 ド、水筒よ、その水筒よ、なんか水筒よ。なるよね、お腹ね、そうなっちゃうからね。この後お昼を食べようね、みんなね。ちょろろ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 ろお昼ご飯は何ですか？何ではないですけど、何でしょうね。何でしょうね。ワットの方の何でしょう。アントニオ ET さん、オープンありがとう。でも今日夜もサラダ、昨日の夜も今日の夜もサラダを食べたいなと思うから、お昼はなんかちょっと違うものを食べたいなと思うから、何か考えたいと思います、この後。あ、じゃあもうそろそろランキングの時間ですね、皆様。ちょっとね、周りの音でミュートが多くなっちゃうので夜配信に備えようかと。佐々木久美さんにも似てる、そう、何度か言われたことありますね。あ、ブログ、そうだ、ブログ今頃出てる。じゃあブログを一旦私も出たのを確認して
ね。お昼休憩、やっほー、やっほー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 。今日のブログは昼に出ました。今回のブログは韓国料理を書いております。昨日ちょっと軽く話したお店なんですけど、写真は初めて出しますね。ちゃんと開業とか大丈夫か見たいと思います。私は初期の頃から母に言われて気づいて、多分2個目ぐらいのブログから気をつけるようになったのが、スマホでブログを見る方がやっぱほぼじゃないですか。だから縦読みしやすいように開業してるっていうのがちょっとしたブログのこだわりとなっております。でも一番最初は多分できてないかも。でも一番最初まで戻るのめっちゃむずいから、もう大丈夫、見れないと思うんだけどって感じなんで、スクロールして見やすいように書いております。書いております、こだわりです。私一番最初何載せたんだろう、中身ちゃんの中身かな、もしかして。あったわ。この1個目のブログだけ開業がされてない、なんかキモいキモい感じになってる。なんかもうブンブラ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 みたいな感じになってる。懐かしいですね。すごい最初から食べ物をドドドドーンって載せておりますが、ぜひ今日は120個目、もうブログがなのでね、残りあと10日、130で終わるのかな。だからぜひ楽しみに待っててください。メールとかでも使える、社会人スキル、お、言った、お母さんありがとうだね、社会人スキル教えてくれてありがとうすぎる。なんでぜひ見てみてください。 ST48 ホームページから見れます。ぜひぜひ。卒業したらブログ消えちゃう？え、どうだっけ？でもさ、ブログのとこからさ、いらっしゃらないメンバーさんもクリックできるから見れるよ。カノンさんのとかも見れるから見れます。ラッキーだね。よかったね。大丈夫です。ちょ、痛い。だから大丈夫、安心してください。過去に残しているものはそのまま残るので。でもツイッターも多分残ったままじゃないのかな、このまま止まって終わりみたいな感じだと思うので、多分安心してください。読み返してください、いつでも。ではちょっと早いですがランキングを読んでいきたいと思います。ではいきます。22位のみほりん賞はあんみつさん、そして13位、神谷あずしさん、12位渡辺さん、11位、ひょうちゅうさん、10位、大北美希さん、9位、リーツさん、8位、オロチさん、7位、ピアニッシモさん、6位、キャスパー大君、5位、ちとくさん、4位、竹まつるさん、3位、としきさん、2位、オオカミさん、そして第1位、大地さんでした。ありがとうございます。少しでも浮かべれてよかった、ありがとう。ちょっとの時間でしたが、皆さんありがとうございます。まあ夜もやりますのでお待ちくださいませ。ということで最後にじゃんけんして終わります。最初はグーじゃんけんパー、ありがとうございました。ではまた夜。